それではお便りファイルについてお話しします。0歳組は1歳になるまでこちらの複写のものを使用しますが、0歳組でお誕生日を迎えたお友達からはこちらのノートタイプのものになります。今からこちらのノートをコピーしたものを使ってお話を始めていきます。ご家庭からはこちらの左半分を記入していただきます。7つの項目を記入していただくのですが、こちらの夕食の欄には食べたものを書いてください。こちらの欄には記入例にもありますようなお家での様子の他にも、怪我や体調の変化、事前にわかるお休み、早退等あれば記入してください。またお迎えが変わるときは、おじいちゃんおばあちゃんだけでなく、どちらの方かわかるように、母方祖母の〇〇さんなどのように記入してください。こちらの右半分は円より記入をします。食事の欄は午前のおやつ、昼食、午後のおやつの3つに分かれており、内容は献立通りになりますので、食べた場合は20丸、少しだけ食べた場合は丸、ほとんど食べていない場合は三角を記入します。沐浴は実施しませんので記入はしません。記入内容はクラス担当全員で考えており、こちらの欄には記入した保育士の捺印が押されます。こちらには記入例にもありますような、日中の子どもの様子や連絡事項について記入します。また3歳以上時になりますと別のノートタイプに変わります。詳細はノートの方に書いてあるので、そちらをご確認ください。最後に連絡帳、ファイル等にはつけていたものがなくなったというトラブルにもなりますので、シール等は貼らないでください。これでお便りファイルの説明をおしまいにします。